サイバーエージェントプーペガールプーペガールは、かつて、サイバーエージェントグループが提供していた、女性用インターネットコミュニティサービス、またはそれを運営していた事業者。2007年2月にサービスを開始した、ファッションブランドに特化した、コミュニティサービスである。プーペはフランス語で人形の意味である。当初は、サイバーエージェント直営であったが、二千八年三月三日に、 株式会社プーペガールを設立し、プーペガール事業をすべて事業上とした。同日からは、携帯電話向けに、プチプーペのサービスも開始している。サービス開始後の1年半で、登録ユーザー数は、約17万人で、そのうち98%が女性である。また、ユーザーの約20%は日本語圏外の、ユーザーである。プーペガールの、 月間 PV はサービス開始1年後の2008年2月時点で約1億5000万 PV に達していた。利用規約上では特に男性の利用は禁止されてはいないが、出会い目的等での参加についてはアカウント停止や関係機関への通報などの対処も行うとしている。なお、サイバーエージェント社長の藤田進は自身のブログの中でプーペガールは 男子金星とコメントしているが、藤田進自身もプーペガールに登録している。2009年12月17日には、任天堂 DS 用のソフトとして、プーペガール DS が発売された。2010年12月16日には、任天堂 DS 用のソフトとして、プーペガール DS にスイートピンクスタイル、エレガントミントスタイルが発売された。 2012年5月1日には、コミュニティサービス事業は株式会社プーペガールから、サイバーエージェントに継承された。2015年2月27日、同年3月31日をもって、サービスを終了することが発表された。コンセプトは、あなたのクローゼットがプーペを作る。利用者自身の所持する、ファッションアイテムを画像としてアップロードすることが可能で、また、 プーペと呼ばれる人形で、着せ替え人形遊びを行うことができる。アバターの表情は、目の形18種類、顔と口の形が12種類、ほくろ位置が5種類、そばかすの有無などを選択できる。画像を投稿すると、プーペがある内の通貨、リボン及びプーペ用の着せ替えアイテムを得ることができる。着せ替えアイテムの種類は、下着、シャツコートなどの衣類からバッグ、 日傘などのアクセサリー、さらに、メイクアップ用品まで多岐にわたる。着せ替えアイテムは、プーペガール内に設置された、キャサリンショップなどで購入可能。また、プーペガール内には、着せ替えフリマというコーナーもあり、不要になった着せ替えアイテムを、他のユーザーに販売することも可能である。リボンは、アイテム画像を投稿したり、着せ替えアイテムを、他のユーザーに売ることで得ることができる。 このため特にファッションアイテムを多数持っている場合リボンは無料で入手でき各種アイテムをプーペガール内ショップで購入することも可能である2009年8月に新しいゲーム内通貨であるジュエルを導入したジュエルはコンビニやクレジットカードなどで購入することができる通貨でジュエルからリボンへ変換することができるただしリボンから ジュエルに変換することはできない。ゲーム内のキャサリンショップはジュエルエリアとリボンエリアに分けられ、それぞれのエリアでの買い物をできる。そのため、ジュエルを購入していないユーザーも楽しめるようになっている。2013年8月31日限りでジュエルの発行は終了となった。利用者同士のコミュニケーションを図る場として、プペカフェというコーナーがあり、 単文に限られるが、他のユーザーとの対話も可能である。また、ファッションデータベースとして、おしゃれ辞典というコンテンツが用意されており、登録ユーザー以外でも参照可能である。著名なファッションブランドとのタイアップが行われることがある。例えば、2008年8月に、後世のブランドの一つである、ハッピーバスデープレシャスローズとのタイアップが行われた際には、 プーペガール内のキャサリンショップでもローズライフショップコーナーが開設されオリジナルの着せ替えアイテムを購入することができた。また2008年12月にはコーチとタイアップして同社モバイルサイトのメールマガジンに登録するとオリジナルの着せ替えアイテムを得ることができた。またプーペガール内でもコーチストアがオープンし着せ替えアイテムとして コーチブランドのバッグやコートを購入することができた。その他、2009年には、木村カエラが、カエラショップにて、自身がデザインしたアイテムの販売を行ったり、TBS、女神サーチとのタイアップでは、プーペガール内で、アイテム販売数が多かった浴衣を実際に、販売するなどのイベントも行われた。そして、平山綾、辻望美、勇気が、 ジュエル通貨での販売のみの芸能人ショップにてオリジナルアイテムを販売。人気コスメマジョリカマジョルカともタイアップ。2010年になると NTT ドコモとのタイアップで壁紙とセットの携帯が16種類販売された。また、千秋が芸能人ショップにてオリジナルアイテムを販売。そして雑誌、ランズキモデルの鈴木矢や川端かな子も 芸能人ショップにてオリジナルアイテムを販売。これらの芸能人ショップについては2013年8月31日限りで全て終了した。プテツールハウスというコーナーで以下のようなサービスが提供されている。ありがとうございます。